ゆらりです。ひめかです。今日は2人のカバンの中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。じゃあまず私からいきます。お私のバッグはこんな感じになっています。ふわ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 のピンクハートがでパールがついてて可愛い。可愛い、可愛くて買いました。まずはティッシュから。100均で売ってたんですけど、うちが相撲のティッシュで忍者がケーキを運んでる。これは100均で売ってます。でこれはゆらりがグミ好きで一緒に食べようと思って私も好きなので買いました。グミ好きです。スマホカバーはシンプルなラーメンです。お財布はいただきました。お菓子もう一個ありました。キャンディー。これはみんなと自撮りしたりしたら可愛いなと思います。これはスイカ。スイカです。リュックを買った時にピンクラテさんのリュックでついてきました。でキッズ携帯はちょっとシンプルなのでシールを貼って、このスマホお母さんのお下がりなので音楽と写真だけ使ってます。でハンカチ、シンデレラのハンカチ、お友達にお土産でもらいました。使ってるよ。次はゆらり。はい。これが私のリュックです。このリュックはこの飾りが可愛いです。可愛い。ポッケもいっぱいあって、ピンクラテさんで、ピンクラテさん。私もピンクラテさんです。このポッケとかがいっぱいあってすごく便利です。じゃあ中身を紹介していきます。横ポッケにはかわいいペッツ、お菓子入ってたんですけど、空になってかわいい、かわいいなと思って、こういうところに入れてかわいいなって思ってます。はい。じゃあこれピンクラテさんのポーチなんですけど、後ろにはマスクとかが入っていて、ハンドクリームとか薬とかが入ってます。次はこれなんですけど、かわいい。後ろがメタリックになってて、こっちもモフモフで可愛いです。モンスタースイーツに出てきそうな、ね、色だよね。で、これは充電器です。このバッグは友達に誕生日プレゼントでもらいました。で、次はお菓子ですね。さっきも姫香が言ってたんですけど、私と姫香はグミが大好きで、たまたまピュレグミが同じなんですよ。アセロラソーダ味です。で次はこのルービックキューブです。これは新幹線の暇つぶしとかによく遊んでます。はい、次これです。これは雑誌の付録です。ティッシュとか入ってます。次はお財布です。これは小学校3年生ぐらいの時に自分が友達にプレゼントをして、そしたら自分も欲しくなっちゃって買ったものです。だいぶボロボロなんですけど、すごく使いやすいのでシャルずっと大切に使ってます。このポーチなんですけども、このポーチは前回の動画でも紹介したので、中身が知りたい方は前回の動画をご覧ください。次は筆箱です。かわいい。ブロックチック、ブロックチックですごくかわいいです。ここクリアなのか、これはどこで、どこのですか。いや、ピンクラテさんのです。この筆箱の中身はまた今度紹介しようと思います。楽しみにしててください。見てね、見てね。最後は小さなポーチなんですけど、いいす、ね、中にイヤホン入ってたりとか、後ろはティッシュもしまえるようになってて、あティッシュ、かわいい。で、ハンカチですね。いつも2個持ち歩いてます。ピンクラテさんのハンカチ、かわいいです。こちらはパンダです。シャンシャンが生まれたからもっと前に買ったよ。白は黒になってます。はい、以上です。以上です。私がゆらりの持ち物で気になったものと、ゆらりが私の持ち物で気になったものを言っていきます。やっぱりこれですね。スモーサップ忍者のティッシュです。100均です。100均。他にも種類何かある、姫かどれかな。これだね。なんかこういうのとかラメとかクリアがすごい私好きで、だから可愛い。ゆらりの持ち物まで可愛いから。ありがとう。参考にしてみてね。見てね。もしこの動画がいいと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。